か田駅に残存していたイーデン表記。イーデンとは、1987年の日本国有鉄道分割民営化に伴い、国鉄電車の略称である国電に変わるものとして、東日本旅客鉄道が決めた愛称。しかし一般にはこの愛称が定着することはなかった。英語表記の場合は、イントラ、シティサバーバントレインズ。イーデンの E には、イースと、 エレクトリック、エンジョイ、エネルギーなどの意味が込められていると説明された。現在も JR 東日本の社内用語としては残存している。愛称としては定着しなかったものの、現在においても、死語として有名な言葉の一つである。都市部の近距離電車について、国鉄時代は主に首都圏で、国電という用語が広く使われていた。鉄道省時代は、 小電、それ以前の鉄道院時代は、院電であった。中距離電車に対する概念であり、JR 発足後の電車特定区間に、おおむね相当する。国鉄分割民営化により、国鉄電車でなくなったため、意味上のズレが生じることになった。そこで、国電に代わる、新たな愛称を、分割民営化直後の1987年4月20日から5月5日に、 一般公募した。その結果、59,642通の応募があった。応募では1位は、民電5,311通となり、以下2位、首都電2,863通、3位、東鉄2,538通、4位、日電2,281通、5位、民鉄1,786通と続いた。その中から小林亜生。 沼田さなえ、JR 東日本副社長の山の内、周一郎はじめ同社役員6名による選考委員会により2位の首都伝、20位のイーデンの2つに絞り込まれた。なお、8位までは1000通以上の応募があったが、20位のイーデンは390通に過ぎなかった。5月13日には新愛称をイーデンと発表、翌14日にはイーデンの ヘッドマークを装着した列車も走り出した。公部結果とかけ離れた選考、採用は、不評を招いたが、他の候補が選ばれなかった理由もあり、1位の、民電は、民営化されたことを示す名前で、その他の私鉄電車とも紛らわしく、長く定着するとは思えない。2位の、首都電は、首都電と揶揄される可能性があり、また言いにくい。3位の、東鉄は、五感が固く。 国鉄時代の東京鉄道管理局の略称と同じで新鮮味がないなどが挙げられた。また上位候補には日電、民鉄、東電、都電、関電などの応募もあったが、すでに他の企業、団体や路線の略称として使われていたために除外された。こうして国電の代わりとして制定されたいい電であったが、そもそもどの範囲をいい電とするかが曖昧であった。 愛称については、関東と関西で統一するという案もあったが、分割民営化したのだから各社に任せるべきだとの声から実現しなかった。関西では、その後、JR 西日本により、アーバンネットワークという愛称が制定され、それなりに知名度もあるのは対照的であった。しかし2000年代後半以降は、アーバンネットワークの愛称もほとんど使用されていない。 当時の JR 各電車内の中吊り広告では、ウィッキーさんのワンポイント A 会話で知られたアントン、ウィッキーを投用し、イーデン、いい言葉でしょというフレーズで宣伝を行った。また、同時期に始まったドア上の横長広告スペースを利用した4コマ漫画型の自社広告、一駅漫画でも、イーデンを宣伝した。大々的にネーミングされた、イーデンであったが、 結局は普及せずほとんど使われなくなった。国鉄の代替故障である JR が広く全国的に元の国電を含むものとして定着し、多くの人は E 電という故障を使用せず、JR または JR 線を国電や汽車の代わりに使用するか路線名を直接呼ぶことで代替するようになった。不動産会社の広告でも、 イーデン駅下車と保南分といった表現はほとんど使われなかった。JR 以外の私鉄などでの旅客案内においても乗り換え案内や駅の表示では JR 線とするか路線名を直接案内している。イーデンが定着しなかったことについてはネーミングの失敗例としてしばしばテレビ番組や雑誌記事などに取り上げられた。選考委員であった小林亜生は 定着しなかった理由を JR 東日本が定着させるための努力を怠ったからだとコメントしている。不評だった原因の一例として E は野球等でいうエラーを表すなど E という文字にマイナスのイメージがあったことが挙げられる。読売新聞は発表翌日の1987年5月14日、長官で E ん E んエラーん 飲み出しとともに、塩だまる男のイースとエンジョイのイーと言っても、エラーのイーであり、エロのイーでもある。ちょっと、どうかと思うねえとのコメントを載せた。実際に、イーデンのヘッドマークを装着した列車が走り始めた14日には、新川崎駅や新松戸駅で人身事故のためダイヤが乱れ、同日の毎日新聞夕刊は、イーデンはエラーデン。 の見出しで八段抜き社会面トップ記事にて報じた。イーデンのネーミングに対しては、国語審議会でも、日本語を見出すとして問題視されたほか、当時の運輸大臣であった、石原慎太郎も、無神経なネーミングと批判した。なお、後に、石原は、東京都知事に就任後、都営地下鉄12号線の愛称公募で候補となった、夢もぐらを批判して撤回させ、大江戸線としている。 当時の日本ソフトバンクが発行していたパソコン雑誌 OX1987 年12月号に OMZ からの海外記念特別企画として掲載されていた記事東京パソコン購入アドベンチャーにはイーデン秋葉原駅を降りるとという記述がありイーデンが半年近く経ってもほとんど浸透していなかったことが伺えるエピソードと言えるまた 1990年8月9日付、日本経済新聞有刊では、もはや死後と書かれるなど、命名3年で早くも、死後扱いされるほど定着しなかった。2017年11月8日付、毎日新聞掲載のコラム、言葉賞味期限を探る、工事園10年ぶり改定新語、流行語、そして死後で、三省堂国語辞典編集者の飯間博明は、 王兵なイメージだった国鉄が民営化した途端に言い出したので何がイーデンだという反感が強かったのではないでしょうか。後にスイカが面白がられて定着したことを考えると今なら受け入れられたかもしれないと指摘している。勝沼ヌマブド駅のイーデン表記こうして死後となってしまったイーデンは旅客案内でもほぼ用いられなくなり、 ほとんどの駅の案内表示からも姿を消した。しかし、JR 東日本の車内用語としては現存しており、JR 東日本管内の中央線を例にとると、東京高尾間を、快速線、急行線、飯田線と、高尾伊勢を、列車線、中央本線と呼び分けられている。JR の公式時刻表である、JR 時刻表の普通運賃の計算ページにも、 東京の電車特定区間の表記が現存する。また現在でも JR のポスターやプレスリリースなどでイーデンの表記が使用されることがあり、一例として2010年代後半においても2016年4月6日に JR 東日本が発表した駅ナンバリング導入についてのプレスリリース中に電車特定区間の各駅に導入します。という文言があった。 このため、イーデンという用語が現存していたことが、インターネット上で話題となった。このプレスリリースが話題となったことを受けて行われた取材に対し、JR 東日本広報は同年、以前公募で決めた愛称で、今も使っています。ご承知の通り、当社発足の際、公募により、愛称として決定させていただきました。その後、特にあえて使わなくするということもなく、 場合に応じて使っております。まだ今も使うんだという感覚では捉えていないですと回答しており、JR 東日本としてはイーデンという用語は死語ではないとする認識を示している。なお、JR 時刻表内でも東京近郊路線の時刻表に添えられていた東京地区のイーデン表記は1997年に抹消され、それ以降は東京地区となっている。 続いて1998年には、断崖の乗り換えに記載されたイーデ電各線も東京近郊各線に変更されている。社内からの評価としては、JR 東日本発足当時の副社長でイーデ電専攻にも関わった山内周一郎は、結果は大失敗だったとし、 日本語を乱すものとして強い批判を浴びたこともあるが、世の中の方々が全く使ってくださらなかった。結果としては、JR が定着してしまった、お客様にとっては、国電と中電の区別などどうでもよい。ほとんど全部の列車が電車になってしまった現在ではもう、電車の文字は不要なのだったと著書の中で述べている。山内が言うように、国鉄時代は近距離電車である。 国電と中距離電車を区別しており、JR 発足後に国電を E 電に解消したものの、1980年代後半には都心へも郊外へも電車で行くようになり、一般乗客にとっては国電、E 電と中電の区別はもはや意味がなくなっていた。そのため E 電の後も定着せず、単に JR ないしは JR 線と呼ばれることになった。 イーデンが死後となった現在では、元の国電に対応する一般的な故障はなくなっているが、そのことによる利用上案内状の問題は特に生じていない。そうした事情もあり、中距離電車が走る山梨県内では、例外的にイーデンが定着し、東京方面から乗り入れる中央線快速をイーデンと呼ぶことがある。 山梨県庁や大月市立大月短期大学の公式ウェブサイトにもイーデンの表記が現存する。また、山梨県内の中央本線の路線図にイーデンの表記が見られるが、神奈川県境に近い上野原駅などでは近年イーデン表記がない路線図に取り替えられた。常磐快速線の駅ホーム路線図にあった駅所要時間案内でも山梨県内の中央本線と同様に、 快速電車について、E 電快速と表記されていたが、中距離普通列車との停車駅統一に伴い、停車駅統一の2004年3月頃から、故障統一の10月頃までに、路線図が取り替えられ、E 電表記はなくなった。かつては、蒲田駅東口の案内表示に、E 電、東京急行乗り場の表記が残っており、貴重な現存例として知られていたが、 2007年から2008年にかけての駅リニューアルと駅ビル工事に伴い撤去された。しかもこの案内表示には JR 線切符売り場の表記もあり、イーデンと JR 線表記が混在していた。またイーデンと閉記されていた東京急行の社名も2019年の東急の会社再編により消滅している。現在は 東京駅総部線地下ホーム階段上部の壁面に、その壁の前に吊り下がる案内表の後ろで見えにくい、形ではあるが現存しており、イーデンと英語表記、イントラシティサバーバントレインズが併記されている。なお、イーデンの範囲とはやや異なるが、運転指令業務分野において、線区の区分として、山手線、京浜東北線、根岸線、埼京線などを管轄する。 イーデン方面指令という言葉が残っている。ありがとうございます。